こんにちは、ライネリクです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画は5月の Vlog です。いろいろお話ししながら作品紹介もしていきたいと思います。5月はバラの季節なので万博記念公園に行ってきました。最初に歩いて行った方向がバラ園とは真逆の方向でして、しばらく迷子になっていました。太陽の塔のあたりをぐるぐる回りながらなんとかたどり着きましたね。バラが5月が季節というのは意外と知られてないんですけれども、私自身が知ったきっかけがありまして、昔フラワーアレンジメントに通っていました。その時は引っ越し資金を早く貯めたくて、かなりゴリゴリに働いていた時期ですね。その半年間だけフラワーアレンジメントに通っていました。そこのお花の先生が素敵な人でして、先生が素敵だからか、周りの生徒さんも素敵な人たちでした。20歳そこそこの若造の私を特に否定もせず快く受け入れてくれてて、今思い出してもとっても楽しかったです。バラ園にはお気に入りの T シャツを着ていきました。こちらはリンゴにタコの絵を描いて、それをデジタルでアレンジしたものです。本物のフルーツを使っているので、最後には洗って皮を剥いて食べます。バラの香りに癒されながら撮影ができました。
河内で買ってきたものを開封したいと思います。まずはこれ、筆、私果物に絵を描いてるんですけど、最近ちょっと細かい筆が欲しいなと思ってきて、こんな感じ。わかりにくいんですがサイズ違いでして、こんな感じで見える、ピンと合わない、細かい筆が3本。まずは緑系が欲しかったので緑、こんな感じ。リキテックスのエメラルドグリーンと、これホルベインのアクリルコバルトグリーン、これターナー、見にくいかな、これターナーの玉虫色、ターナーのこの何シリーズ、和の色シリーズが結構気に入ってていいんですよね。他に、よいしょ、肌色になりそうなものを欲しかったので、これまたターナーの和の色シリーズ紅色と、これリキテックスのピーチ、ちょっとオレンジがかった可愛い色ですよね、とそれ以外で気になった色。どっちもターナーで、紫色、レッドバイオレットとキラキラしたラメのやつです。タイミングがあればこれも使っていきたいと思います。いい感じ。5月の創作活動をダイジェストでお送りします。レモンにクラゲを描きました。今年のうちに竜を描きたかったので、王林にタツノオトシゴを描きました。ライムにも描いたことがなかったので、風船を描いてみました。名刺兼ステッカーを作りました。お会いした方や欲しい方がいたら配り歩いていこうと思います。
デコポンに目を描いて撮影をしてきました。綺麗な色のレモンを見つけたので、青い瞳を描いてみました。作品のタイトルは、基本的に描いたものと果物で名付けています。果物と一緒にハートを作ってきました。小さなメロンに心臓を描いてみました。次はキウイに目を描きました。雨が増えてきたので、パッションフルーツにカエルを描きました。クローバーをよく見かける時期だったので、四つ葉を描きました。ジョナゴールドに赤い瞳を描きました。アクリル絵の具を使っていまして、お湯で洗うとこのように落ちます。いろんなフルーツに絵を描いているんですが、描けないフルーツもありまして、一つ目は皮が薄いもの、二つ目は皮ごと食べるものには絵を描いていません。例えば、桃やビワ、イチジク、サクランボやイチゴなどのベリー系には描いていません。パッションフルーツにクラゲが描かれました。バラ科のリンゴにバラを描いてみました。マンゴスチンに金魚を描いてみました。ではでは、5月の作品は以上になります。
最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。